車速信号とは、自動車の車速を割り出すために用いられるパルス信号のことである。自動車における車軸の回転数に比例して、パルス信号を発生させ、パルス信号の数量に比例した車両移動が生じたとして、駅にその情報を送り、カーナビゲーションシステムの作動補助や、トラクションコントロールシステム等、自動車の各種制御に供するために使用される。初期のオートマチックは、 アクセル回路と車軸の回転数だけで、機械的に制御を行う、油圧制御が主であった。しかし、エンジンの高出力化、排出ガス規制の強化、AT の多段化などのため、国産車では1980年代の女王用車から取り入られ始めた。一部高級車で、クルーズコントロールの制御にも取り入れ始められていた。 1990年代に近づくにつれて AT 比率が高まるごとに変速ショックの低減や少年ピシコが一層高まったことなどによりより高度で綿密な制御が必要とされそれらに必要な自動車の速度情報と変速機の状態を電気的に処理してコントロールすることで実現してきた90年代後半では さらに排気ガス規制による高度なエンジン制御が必要になり、アイドリング時のエンジンストップや速度、変速機段に応じた燃焼状態の変化制御に用いられるようになった。2000年代では CVT 車が増えたこともありさらに綿密な変速機コントロールであったり、走行安定性の向上のためにトラクションコントロールを採用する車も増えているため、それらの制御に使用されている。 現在採用されているアンチロックブレーキシステムでは、制動時の車輪ごとの回転数差を検知して制御を行うため、ハブ部分にフォトダイオードを用いた速度検出機構を備える。駆動装置側から速度検出機構を省き、ABS 用の車速センサーを用いて速度表示を行うものもある。トランスミッションからの出力速度と車輪の速度が一定以上離れると、 スリップ状態であることから、速度と横方向の加速度、ハンドルを切っている方向を検知して、制御を行うのが s シーをはじめとした横滑り、防止装置である。上に上げた自動変速機の制御、原動機の制御、トラクションコントロールシステムなどの他に、車速が上がると、 カーオーディオの音量を自動調整する機能であったり、一定速度以上になると、エアサスペンションの減衰性能を調整する機能を有する車両もある。車種によっては、一定速度以上になると、エアスポイラーやリップスポイラーがせり出してくる車両もある。初期のカーナビゲーションシステムでは、GPS からの情報だけを演算し、現在位置を表示していた。しかし、 高速度で移動することもある自動車に搭載するには、演算性能が低く、トンネル内は表示しない、自社位置がずれる、ビルの谷間等で位置が把握できなくなるなど、性能には問題が多かった。そこで、自動車そのものから発生する、車速信号とジャイロセンサーを用いれば、GPS からの情報だけに依存することなく、現在いる位置からの移動を、 ある程度補正することができるとなり、カーナビゲーションシステムにジャイロセンサーユニットとしてオプション設定され始めた。地図情報の高密度化、データの多様化に伴い通常搭載されるようになり、現在ではポータプルタイプを除くすべてのナビゲーションシステムに搭載されている。近年あまり呼ばれなくなったが、GPS 情報に車速情報、ジャイロセンサーからの情報を付加した。 測位方法をハイブリッド測位と呼ばれる。ポータプルタイプでは、車速信号の配線が煩雑となるために通常、車速信号を必要としないが、機種によっては、車速入力、ジャイロセンサーユニットがオプション設定されている。近年、加速度センサーの価格低下によって、ジャイロセンサーの代わりにマルチチャンネル加速度センサー、搭載する機種も増えており、加速度の変化をカウントすることで、 車速に有力に変え、ある程度の位置精度の高度化が実現されつつある。元来、機械式、スピードメーターの場合、1km 走行ごとに、メーターイヤは637回転または1400回転すると、実規格で策定されている。これは別の見方をすると、時速時速 60km 走行時の1分あたりのワイヤー回転数も上記の通りとなる。 このメーターワイヤーと接する部分にリードスイッチや各種センサーによるパルス発生装置を設けて信号を発生させている。信号は車種やメーカーによっても異なるが2パルス、4パルス、8パルス、16パルスが多く採用されている。なお実 D5601 から1992では4、8、16、20。 25パルスと策定されており、近年の国産車は4パルス設定である。カーナビゲーションシステムによっては、このパルス数を手動設定しなければ正確な位置表示をしないものもある。近年のナビゲーションシステムでは、自動調整で GPS からの情報と照らし合わせて正確な移動距離を把握する。ありがとうございます。